では今回はですね、マルチエフェクター足元あるんですが、自分はこのマイクを通した音を使って遊んでみようと思います。はい、こんな感じですね。基本的には自分はこのこっち、サブマイクの方はですね、まあ、どっちがメインかっていうの難しいんですけれども、サブマイクの方はルーパー、そして今回新しく購入したマルチエフェクター、そして DI を通して PA さんに送ってます。では普通にルーパーの音だけやってみましょうか。ルーパーはいつもは大体普段はサウンドフロムヘッドという曲で使ってます。カン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 、こんな感じで音をループさせて、あとはいつも普段はこのディレイですね、ディレイ使ってます。で今回新しくこのマルチエフェクターを導入した理由はこのコーラスですね。今すべてコーラスのメモリはマックスです。このようにコーラスがかかった音になりますね。ちょっと思った以上に揺れなかったです。であとはディストーションの歪みが欲しかったので、今普通にナチュラルな声が出ていますが、歪みを踏むとちょっとハウリングギリギリどうですか。この、今普通の声が出てると思うんですが、このディストーションを押すとこういったラジオ系なボイスになります。ちょっとこの歪んだ声といいますか、いわゆる拡声器を使ったような声ですね。これをルーパー通すとここにコーラスをかけると、例えばこの話し声を録音してループしていこうとしましょう。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 こんな感じで面白い声も出せます。例えばこの話し声を録音してループしていこうとしましょう。ちょっとね、思った以上にコーラスが揺れなかったのが想定外ではあるんですが、一応使えそうですね。ディレイタイムもちょっとね難しいところではあるんですけれども、まあ今までとは違った7丁目の小林あかりが見れるんじゃないかと思います。今日はこんな感じでありがとうございました。